日本女子代表は現地7月31日パリ五輪グループステージ第3戦でナイジェリア女子代表と対戦 DF 北川光が先発に名を連ねた北川は13日に行われたパリ五輪前国内最後の国際親善試合ガーナ戦4から0で終盤に負傷相手との接触はなかったが右膝を痛めた様子で無念の交代となった パリ,ゴリン開幕後も初戦のスペイン戦1から22戦目のブラジル戦2 1はメンバー外試合直前のアップではピッチに登場しボール拾いをするなどチームメートを支える姿が印象的だった今年2月のパリゴリンアジア最終予選北朝鮮戦のメンバーに追加招集され約1年半ぶりに代表復帰を果たし その後もコンスタントに選出され、パリ五輪のメンバー入り。北側は五輪前の国内合宿時に、こう語っている。代表復帰へは、本当に遠回りというか、長い道のりだったんですけど、しっかりとここに帰ってくることができてよかった。諦めないでやり続ける、いろんな周りの状況だったり、刺激をもらいながらやってきて、自分と戦いながらもやってきましたし、 本当に戻ってこれてよかっててれかたなと思います持ち味であるスピードを生かした縦への突破サイドからの正確なクロスでチームを勝利に導けるか北側が目指してきたなでしこジャパンの一員としてついにパリ五輪の舞台に立つ。